おはようございます。今日は Vlog を撮っていきたいと思います。6月限定素材には北海道小麦、四つ葉乳業のバターミルク、フランス産最高級エシレバター、カナダ産ピュアメープル、高梨乳業のバニラアイス、バナナを使用しています。全て好きなんです。使ってるものが全部高梨のバニラアイス。え、高梨の、高梨のバニラアイス、エシレのバター。やばいじゃん、これも美味しそうだよ。じゃあ、まあ、ちょ、次、2番、バッター琥珀パンケーキセカンドね、2番セカンド、ふわしゅわ生地の上にバナナ、生クリーム、キャラメルソース、クッキー、バニラアイスのパンケーキです。生地でメレンゲたっぷり使っており、濃厚な生クリームで相性抜群です。このページやばい。じゃあショコラバナナ、このページやばい、チョコソースバナナ、生クリーム、クッキー、純効果がトッピングされております。口どけ豊かな生地とチョコレートが相性抜群です。これすごいな、うん、うわ、これやばいよ。私これかも。キャッチャー、これはやばい。ふわしわ生地3枚に厚切りベーコン、マヨタマのラップのサラダが付いているお食事券、はい、これは期間限定、期間限定、これノワール。これノワールではフランス語で黒い森という意味で、どういうこと？シュヴァルツヴァルト地方にある針葉樹の森にちなんで付けられた、サクランボとチョコレートで構成されたフランス菓子です。サクランボです。どうしようかな、ね、どうしたんですか。そんな甘くない方がいいな。自分で甘さ調節できる系が良くて、そう考えるとこれは怪しいから、こっちにします。でもこれいつでも食べれるのか。あったよ、細野パンケーキやったら。もう冷ましてんの。うん、私はパンケーキでしょ。ごパンケーキかこれか迷うじゃん。ごパンケーキにしとけないわ。なんで。え、なんで。食べたそうだから。いや、すぐ食べたいんじゃない。ユッチュが食べたいんじゃないの。違う、俺これでもいいよ。そしたら、どうしよう、ちょっと迷っちゃう。ああ、そういう捉え方いいんだ。やば、じゃーん、ごパンケーキでーす。すごい、いっぱい来た。これが王様のパンケーキです。どうですか。そういうこと。どういうこと。めっちゃうまい、これ。これは王様かもしれない。それ王様、時代は柔らかくいったじゃん、うん、これちょっとパリパリしてる。なにそれ、新しいね。サクってしてる。食べたい。ごめんね、これ俺だから。え、くれないの。これのね。え、くれないんだ。これちょうだいよ。いや、もう食べようとしてる。うん、あ、もう、うん、王様だわ。うまいな、これマジ。この店は流行りそうな。私のサクサク音聞こえたんじゃないかな。めっちゃ美味しい、やばい、これ流行るね。もう来れないよ、この店多分。すごい、ワクワク。これは？すごい。美味しい。なんだ、卵の味がするのかな、これ。王様と全然違うよ。半分ずっとしようか。これ美味しいね、うんうん、メレンゲに黄身まで入ってるからね、うん、卵の味するよね、うん、衝撃があるね、うん。気が済むまで食べたら交換しよう。うん、
交換する、うん、食器交換する、うん、いいよ、うん、これ飲む、おいしい、うん、これさ、わざわざさ、車でちょっと時間かけてくる回あるの、うん、これはね、おいしいわ、うんうん、めっちゃおすすめ、うん、この YouTube アップされたら混んじゃうかもしれない大丈夫でしょそんな影響力じゃない、ね、東京の人は見てるわけね、みんな、うん、でも東京に来る機会があったらぜひ。ここどこ、駒込ってどこら辺なんだろう、全然地図が出てこないと思う。文京区の北区のあれだ渋谷、あ、渋谷か、渋谷が行く、あ、渋谷埼玉、渋谷埼玉、埼玉より、埼玉より、うん、ご飯食べ終わって、あ、すごい、すぐ近くにコーヒー屋さんがあります。私だけミルクだけで16時間くらいで寝てしまってしまったりして、ミルクティーなのかこれ飲まない、あの、それ飲んで、ミルクティー、じゃあじゃあこういう、じゃあじゃあ、うん、デカフェがあったらいいなって感じだけど、それないか、あ、あるデカフェ、あ、本当だ、デカフェのいいじゃん、なんか、いや、デカフェはラテとかないか、すいません、はい、デカフェでラテは作っていただけないですか、できます、できます、はい、じゃあオーツミルク、うん、オーツミルクラテをデカフェで一つ、あとコールドブリュー、はい、はい、ミルクブリューラー初めて、ミルクブリューラー、うん、飲んでみる、新しいものめっちゃ発見するね、コーヒーだ、コーヒー、あの、カフェオレじゃない、カフェオレじゃないの、コーヒー系統でしょ、ちょっと飲んでみたら、苦い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 の、ちゃんと苦い、うん、ほんとだ、うん、苦い、コーヒーだ、でもマイルドなコーヒーって感じ、そう、ちゃんとでもなんか色薄いのに、ね、コールドブリューの味がする、超トゲ出てる、トゲ出てる、うん、それがミルクブリューで初めて見たな、このデカフェのオーツミルクを飲んでみます、いただきます、うん、すごい香ばしい、駒込最高でした、いいね、本当はあの駒込といったら、うん、ね、大きい公園があって、はい、そうなの、この駒込とかあんま来たことない、古川庭園ってもうすごいよ、うん、すごいんだよ、見たことあるの、あるよ、一回、何がそんなの、なんか池あるの、お屋敷がある、そっちがいない、洋館だよ、すんごいかっこいいよ、ね、見た、名建築、あ、え、まだ12時なってないの、うん、やばいね、私なんかさ、あんなの食べたからさ、うん、なんかすごいランチ感あったじゃん、うん、ランチだと思ってたからもう2時前ぐらいかなと思ってたらまだで午前中だった、最高、イエーイどうする、すごい得した気分、ちょっとだけ事務所の作業をしなきゃいけなくて、うん、手伝うわ、OK、このさ、レンズやっぱいいよね、すごい20で10分か、これ髪切ってもらったんで、誰に、トゥーマ、トゥーマ、うん、妻、うん、切ったっていうか、そう、あの、割り勘しただけだよ、ここ、うん、上はやってないでしょ、うん、今日のね、可愛いポイント教えておきようか、うん、気づいてない可愛いポイント、うん、ここ向いて
うわ、なんで直しくんないのこれ。かわいいと思って、もう一回横向いて。キキララみたいでかわいい。ターンボーか。知らん。ターンボー全部知らん。知ってるじゃん、キキララ。俺、ニャンチューしかわかんない。ニャンチューは全然違うんだけど。サンリオじゃないし。ニャンチュー、お姉さん。ニャンチュー。ニャンチューっていう名前が好きなんでしょ。うん、ニャンチュー好きだよ俺。ニャンチュー。俺ね、ああいうちょっと日の当たらなそうなキャラクターがすごい好きなのよ。例えば、あのサクサクのジコローとかも好きやったし。サクサク。ああ。ね。で、もちろんニャンチューも好きだし。あとは？うん？あとコロスケ。コロスケめっちゃ日が当たってたよ。そう。まあでもドラえもんの次って感じ。ドラえもんに比べたらでしょ。前もコロスケ大好きだった。うん、コロスケのデザイン好きだな、可愛い。であとミドスケも好きだし、ポンタも好き。うん、ペンペンは。ペンペンは俺のもんだよ。誰も渡さん。最近は嫌われてんだよね。うん。嫌われてるって嫌われてる、もう反抗期だ。はい、こんな感じで完成に近づいております。これの机がすごい可愛い。うん、めっちゃいい感じになったね。そう、まあ、まだまだ途中です。もっとツルツルになります。これちょっと軽くどうやって作ったか、どうやったか、うん、これは白いセメントに、うん、まあ、モルタルに、うん、いろんな木を埋め込んで寺像として作ったんですよ。寺像っていうのは人造大理石のことで、うん、昔からある手法なんですよね。うん、左官の一種で研ぎ出しっていうものの種類なんだけど、うん、こういう本当はガラスとか色ついた石とかを一緒にコンクリートとして打って表面を削り出してこう表情が出てくるってやり方ね。うん、それを、その骨材部分を木でやってみるっていうやつで、うん、事例としてはあるんだけど海外が多くてどういうふうにやってるか分かんなかったから、うん、まあ頑張った頑張ったね俺は。うん、でもまあ普通にホームセンターで買えるやつだけで作ってるからね。まあ木材だけはちょっといろんなとこ集めたけど、うん、ハードウッドでなんか色の違いが出た方が面白いと思ったから、うん、こういう柔らかい針葉樹から、うん、これハードウッドね、うん、ね、これは黒炭だね、うん、でこれがウォルナットだね、うんうん、この辺はウッドチップ、スモークチップ、うんうんうん、だから何か分かんないもん、うんうん、まあ針葉樹だと思う。いろんなのそんな、そう楽しみ、うん、でこの机がこっちのダイナーに、ダイナーのこの机になる予定で、この椅子も全部手作りしてました。ほんとすごい、これはすごい、こんなクッション作れるんだね自分でね。お家にあるボックス席より100倍いいですね。すごいよ、かわいい。みんなの憩いの場、ここはそうなる。まあ事務所だけどいろんな人来るもんね。そうそうそう、お客さんいっぱい来るから。私も YouTube 編集したり。この席ね。あ、この角度めっちゃ可愛いよ。なんか写真撮ってあげる。こっちの見えいいってみんな言ってる。うん、うん、はい、野田さんはトイレをやってます。これからトイレの床をフロアタイル？フロアタイル貼るみたいです。うん、何色になるの？オレンジ。オレンジ。私もオレンジなんだよ。ここ来るときいつも私オレンジな気がする。確かに。すごくない？待って、ほら。はい。トイレの床ができました。フロアタイル。じゃじゃーん。こんなかも、あ、こんなかも。すごい綺麗に貼ってあるね、うん、大変だったね、これ角切るの、角直角じゃねえからな。古い建物だから。和式だったんだぜ。すごいね、和式だったのな、すごいわ。
オッケー。この辺りが暗いから、はい、今からちょっとライトを足してもらおうと思います。お願いします。Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done. I'ma drink at this place. いや、すごい。おお、めっちゃ明るいじゃん。めっちゃいいね。うん、超いい。ありがとう。いいね。